こんにちは、森です。みずきです。よろしくお願いします。僕たちはグラムール美容専門学校の2年生なんですけど、今回は美容学校についていろいろ話していきたいと思ってます。イエーイ。じゃあさ、美容学校ってさ、どんなとこか説明してみるよ。説明普通の一般的な美容学生だったら、まあ国家試験課題のバインディングとかオールウェーブとかを頑張って、でまあ勉強も頑張っていくって感じかな、けどまあグラムールはコンテストをすごいやらせてくれる学校だから、その自分がやりたいカットとかカラーを使ったコンテストとかもいっぱいやっとるよな。なんかほんまに半分以上って言ったら大げさじゃないぐらい、確かに、まあ、それ国家試験以外のこともやってるっていう、まとめとか、そうね、専科も楽しくない？わかる。ヘアデザイン科どう？楽しい？ヘア科は、かさらに一歩行ったサロンはみたいな、国試課題以外のレディースの切り方とか、教えてもらえる？教えてもらえるし、普通の授業やったら、やってね、カラーとかも、ブリーチとかも教えてもらえるし、めっちゃいい。しかもブローとかも教えてもらって、もうなんか美容師やってんなみたいな、まだやけど美容師みたいなことできてんなっていう、確かに確かに、そのなんかワクワク感みたいな、何かやったっけ、ブライダル科やったっけ。そう、ブライダル科で、ブライダル科は着付けをすごい力入れてやってて、もうすごい先生方が、なんかすごい先生のレベルが高いよな、その講師のなんかすごい先生方が来てくださってるから、グラムールのブライダル科を卒業した人は、あのアシスタントだったとしても就職して、その着付けの時期だけは着付けですぐ入らせてもらえるってすごい聞くし、なんかすごい身についてるなっていう感じがすごいするから、で水木もせっかく学んどるから、その就職したらちゃんと成人式とかで使えるようにしたいなって思いながら頑張ってる。グラムールってさ、インスタの時期あるやん。この前もさ、あの1年間の振り返りっていう課題あったくない？動画作ったよな。え、見せてよ。しゃあない。楽しそう。結構簡素やけど。おお、最初のストップな。ああ、なるほどね。でアレンジして。おお、すごい。ちょっとふざけちゃったけど。おお、めっちゃ成長やな。な、できると思わへんもんね。日本語によって。で厄介巻きして。マジ超成長。でこれ夏休み課題なのよ。編み下ろしして。でこれ洗濯コンテスト、アーフェスのメンズか。メンズやって。お、出た、ワインディング、うわあ、すっごい。でクラウンカールとか、サロンスタイルやって、でこれはまあ自分で全国でやって、さすがオールパーパスやな。でこれがウィンターコンテスト、でこれがいっちゃん最近にあったスプリングコンテストのやつ、あれね、さすがこんな感じ。ちょっと結構簡素やけど、ちゃんと賞もしっかり取っちゃって逆に見して。えずきの。シルエットアップ。いや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 、これやばない。すごい。これ外部コンテスト、優勝。準優勝。かわいい。かわいいっしょ。また優勝してるし。やば。こんな感じかな。振り返ってみてどう？やっぱ入学したての時、まさか自分がここまでできる、ほんまにできるんかなみたいな、なんかグラムールだからできるって言ってるけど、それほんまなんかなみたいな、結構疑心暗鬼のとこあったけど、やってみて、最初はそれはちょっとできやんこともあったけど、でもやっぱちゃんと練習してやっていくうちに、なんかあれ、なんでなんかできる、なんか一個一個の課題を何達成していくにつれて、次の課題がなんていうの、前の実力がついてる。そう、なんか一発目やけど、なんか基礎がちょっとついてきてるから、毛流れとかあっても、なんかちょっとできちゃうみたいな、勝手に解き方とか分かっちゃってるみたいな。しかもグラムールってさ、
うん、先生めっちゃすごいね。めっちゃレベル高いし、うん、しかも外部の講師の、うんうん、方とかも来てくれるよな、めっちゃ。めっちゃ来てくれる。この間メンズの審査員とかでもゴールドの米田さんとか、そう米田さんが来てくれるって来てくれとったよな。授業とかにも結構来てくれて、うんうん、見てもらったりして、すごい。コンテストの時の審査員もしてもらって、うん、超贅沢じゃない。すごいよな、うん、もう今若者にいっちゃ人気ぐらいメンズの美容室ゴールドの、うん、本当にそう、人気スタイリスト、うん、米田教えてもらえたり審査してもらえたりする。すごい、なかなか経験できんもん、ね、うんうん、めっちゃいい機会やって、うんうん、それでまあちょっとできるようになったってのもあるし、おー、さすが。アドバイスもしっかりもらって、うんうんうん、写真も撮ってもらって、おー、ちゃんとな、いる、必要しかもこの前のスプリングコンテストやったら、うん、ウラムール出身のさ、うん、田口さんとか来てくれたやんか。そう、めちゃめちゃありがたい。なんか結構田口さんが、うん、その審査してくださる競技に出ることが多くって、うん、ペールカラーボブもそうやし、あ、そう、田口さんも、そうそう、しスプリング の、うん、そのアップのウェディングも来てくださって、うん、なんかもうすごい人柄が、もうすごい、歩いてるだけでにじみ出てて優しい、かっこいいプラス、そう、なんか何でもできるみたいな、なんか完璧すぎ、なんか憧れの美容師っていう、あ、なりたいっていう、そう、岡山県でオーナーしてらっしゃって、岡山やもんな、私岡山だから、そう、同じだから、もうお世話な、夏休みとかも遊びに来てって言ってくれたら行っちゃおうと思って思ってる。はい、僕たちはこんな感じでグラムールの生活について話してきたんですけど、今美容学校選びに悩んでいる高校生の皆さんに伝えたいことは、国家試験会だけじゃなく自分が学びたいことをとことん学べる学校を選ぶことをお勧めします。グラムールではメンズセットや可愛いヘアアレンジ、メイクや着付けなどもたくさんのことを学ぶことができるので、グラムールおすすめです。グラムールは今年も国家試験の合格率が 100% だったし、就職率も12年連続 100% だったので安心できます。それから私は岡山県出身なんですけど、岡山から来ても先生方も先輩方も優しく丁寧に教えてくれるし、友達もたくさんできて、みんなで切磋琢磨しながら自分でたくさんの技術を身につけれる学校なので、グラムールとってもおすすめです。グラムールではライクオープンキャンパスやウェブオープンキャンパスもやってるので、ぜひ一度参加してみてください。私たちと一緒にグラムールで美容の夢を叶えましょう。バイバーイ。